ってる？あいつ、せっかく債務整理大集会で大金手に入れたのに、借金返してないって。ミケの座をあえて手放したくない。っていうか、ミケの得点が欲しいってとこかも。いいんだよ、これで。かける玉さえあれば、お前みたいなクソバカに負けるわけない。私の手は豚だよ、バーッカ！契約を僕と交わしてはくれないだろうか。ようこそ。自分の過去と向き合う時間は、君に何をもたらしたかな？それもまた、僕の好奇心を満たす答えの一つだからね。思ったより、随分と早く着いたね。おや？驚かせてしまったかな？人と話すのは随分久しぶりだから、つい気持ちが流行ってしまったよ。触ったら腕もげそう。金髪にピアス！こんな人までファンなんて、殺される！私、美味しくないです！じゃなくて、はい、大丈夫です！今、これをいただこうと思ってまして！昨日のバレー部の、どうしよう、なんだろう、自己紹介されたっけ？名前なんだっけ？遠征に行くための勉強も、本番じゃない試合も、どうしてそんなに頑張れるのかな？なんだかんだで、あいつが初めて私に選んでくれたものだからな。約束だからな。早速着替えるか。せっかく誰もいない道に入ってきたんだし。みんなぐちゃぐちゃになったろ。それからデロデロっとなってバーンって吹き飛んだところとかさ。で、落ちたのがベチャーって。暴れたいんなら好きにしな。けどあんたは暴れに来たんじゃないだろ。元来マフィアってのは奇襲夜打ちが本分だ。夜道には気をつけるんだね。両足骨折で外出もできないんじゃ退屈ですよね。趣味でやってるんですけど時間がなくて、積んでたものをお裾分けです。なんで逃げるんですか、石神くん。逃げようとするからよ。抵抗しなければ手荒な真似はしなくて済んだのに。さようなら藤原さん、絶好よ。そうね、とぼけてんなら大した嘘つきね。調べようか。もう一人の新顔はまだなの？いくつか質問するから正直に答えて。あんたの仲間に鎖を使うやつがいるでしょ。今どこ？口で説明するのも面倒だから二人に記憶を打ち込むわ。